ージ VS 桜井龍太。ただいま第4試合5分3ラウンドを行います。青コーナー桜井龍太選手入場。昇格している選手です。桜井龍太。赤コーナー石川英二選手入場。説明は皆さん分かってると思いますけれども、はい、これパンクラス対そして、シュートということになるんですね、はい、まだディープならではの対決ということですね、垣根をディープがもう取り払ってますね完全にね。青コーナー桜井注目の一戦チーム品川様、久保さんが裏 の, このメインのカードである、おっしゃったところであります、非常に高カードですね、レスリングとですね、いわゆるパウンドの戦いということですね、会場にはパンクラス系の選手あるいは、シュート系の選手がたくさん、顔を覗かしているようであります。177センチ 82.4 キロ R ジム所属桜井龍太。プロシューター桜井龍太です。 R ジム178センチ82.3 キロファンクラスグラバカ所属石川英二。ファンクラスグラバカです。石川英二83キロ契約で行われます。5分3ラウンドです。この試合は3ラウンド制です。アメカさんいいカードですよねこれね。そうですね、面白いと思います、ね、どういう展開になるんでしょうか。シュート対パンクラス、熊本さん、この2人、よくご存知だと思いますが、はい、どういう展開が予想できます。そうですね、石川選手の方がですね、やはりレスリングは上だと思うんで、タックルでですね、テクダウンしてると思うんですけども、その後の桜井選手の対応ですね、あえる体勢からこう打撃を放っていくというですね、それに捕まると、石川選手もちょっと厳しいかなと感じしますね。石川英二はちなみにミドル級のトーナメントで、決勝戦で上山隆輝と当たっています。途中でセミファイナルで、久保田に敗れてはいるんですが、久保田選手負傷のため決勝戦に上がっていって上山選手と戦いました。しかしその上山に敗れました。準優勝という形になっています。石川英二投げ落とうとしています。桜井龍太潰していきました。インサイドガード上になりました桜井龍太。焦らない時間たっぷりあるから、ここからですね、桜井選手はバンバン投げてますね、ライトヘビー級で活躍しています。デビューは98年の9月。桜井龍太まだ来ません。今左側からパンチ一発打ったんでしょうか。
石川選手もさすが警戒して研究してますよね、しっかりと密着しています。足をさらに上に上げていきました。絡めています。首を相手の首をご覧のように抱え込んでいます。下の石川下から蹴っていました。狭いところに入っていこうとしています桜井。ちょっと体が半分ぐらい出ています。これはブレイクになります。ブレイク狙ってますよね石川選手は。なるほどね、やっぱりこのスタイルで戦い慣れてますね、はい。さあスタンドの状態に戻ります。サウスポースタイルの石川英二ノキック、はい、引くはかいくぐりました。中に入りました桜井。左が引っ越しています。今度は膝を使います。組みに行きました。石川が組みに行っていますが押し込んでいきます。膝を立てました。その膝をキャッチします。取りました。さらに両足を刈ろうとしています。テイクダウン、テイクダウン。石川がさあ上になりました。これで桜井選手はですね、三角締めも得意なんですよね。はいはいはい、写真さんは下から三角狙ってくると思うんですけど、右のパンチストレート。いやー浪川さん、はい、濃密な展開ですね。面白いですね。面白いですねこれね。さすがに実力者同士。石川選手はこのインサイドガードからですね、パンチっていうのがですね、最強を使うんですね。あ、右のストレート、いい距離の取り方をしています。さあ立ち上がりました。立ち上がってパスしていきます。おっと、まだ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 半分です、まだ半分です。完全にパスすることはできません。まあ、石川選手は以前はですね、はい、やはりレスリングだけに頼った戦いが多かったんですけども、はい、最近はその今のようなインサイドガードの打撃ですとか、はい、もしくは決めを狙う姿勢もですね、こう積極的に狙う姿勢も見えてきて、本当伸び盛りですよね、今は。はい、自分でもアグレッシブに行こうという考えは、ね、十分持っているようですからね、はい。それがこの石川英二に、大きな花をつけようとしています。うまいですよね、ポジショニングも、はい、サイドをしっかりと取りました。体重の使い方も、はい、相手の胸の上にきれいに乗っています。そして、顔面をウォッシュします。サイドをきれいに取りました。おっと、立ちました。これは OK です。膝を使ってはいけませんが、ルール改正によりまして相手がグラウンドの状態でも頭部への打撃は OK です。うまく使ってますね石川選手。一瞬の間だったんですけども立ち上がりましたね。側頭部に今入ったようです。今度は自分がインサイドガードに入りました。ここからは腰を立てましてパンチを打ち込んでいきます。おっと、右は空振りです。腰を立てると滑川さん、やっぱりパンチというのは入れやすいですか、この姿勢ですと。はい、入れやすいです。自分も桜井選手とスパーリングしたことあるんですけど。そうなんですか、はい、早く言ってくださいよ、はい、どうなんですか。このガードからの決めの、技術も十分持ってる選手なんで、パンチに合わせて十字とか三角とか、仕掛けてくると思います。あ、そうですか。またサイドに移行しようとしています。パス半分出ました。ハーフガード石川選手、かなり上から強いパンチ入れてますよね。それがやっぱり随分変わったところでしょうかね。そうですね、はい、下になっている桜井、ちょっと体勢が危なくなってきています。左足が抜けるとパス、マウントになりまし た、ね、マウントを取りました。さあ石川もう一回返しましたね。返しました。ちょっと今の上での石川選手のバランスが悪かったですね。そこをすかさず桜井が狙ったと、うまい具合に上になりましてインサイドガード入りました。さあ腕を抜くことができますか。桜井の滑川さん、はい、打撃はどうなんですか。打撃はちょっと自分見たことない。ああ、そうですか、グラウンドだけスパーリングしたと、はい、ちょっと見てみたいですね。うとうとはしているんですが抱え込まれています。あ、しかし残り30秒になりました第1ラウンド。やはり予想にかなわない濃密な試合が展開されています。石川を押せば逆に桜井も押すシーンが見られます。頭をつけながらノールックパンチ。桜井選手は若いんですけど、はい、アマチュアから数えるとですね、はい、かなり試合数経験しますからね。プロでの経験も長いですし、第1ラウンド終了しました。これ難しいですね、ポイントつけるの。そうですね、一進一退の感じでしたね今。はい、でもあえてお二方にどっちかに振ってもらいましょう。そうですね、僕は石川選手ですね。あ、はい、ちょっと手数グランドでのですね、手数の多さを買いますね。滑川さんは、自分もやや石川選手だと思います。そうか、あ、これ一瞬のキックですよね、はい、こういうテクニックっていうのは滑川さん今後あれですよね、研究されていくでしょうね。ディープに出てくる来ようとする選手は研究しますでしょうね。はい、自分も研究して頑張ります。
あの蹴りはあれですね、パンクラスだと OK なんですよ。パンクラスだからやり直せるわけなんですね。あ、なるほどね、はい、セコンドセコンドさあセコンドアウト、これから第2ラウンドです。桜井龍太は1971年の9月生まれ。一方石川英治は1979年の10月生まれです。8歳の開きがあります。白が石川英治、ローキック、おっと頭当たったか、首を掴んでいます。石川さらに突っ込んでいきますが膝をもらったんですが返しです。桜井が合わせて膝を洗ったんですがさらに突っ込んでいきました。石川英治、両者とも負けに強いですからね。負けに本当にそうですね、試合に試合に現れてますよね、はい、石川が結局右を差しているようです。左も、あ、両方差してますね、はい、どう回してます。ちょっとロープが邪魔しているようです。石川はこれを引っ込んで、いや足に切り替えました。足に切り替えています。これでテイクダウン取れますでしょうか。取れるか、足が中払いました。さあまたパンチに行きます。石川は確かに石川英治の戦いが随分前回あたりと違うようですね。そうですね、もう本当アグレッシブになりました ね。英治側頭部に当たります。あ、いい感じで出ています。ダメカさんどうですか、このパンチの攻撃は。パンドはどうでしょう。結構いいのもらってますよね、桜井選手。そうですね、あ、桜井はどうしたらいいですか、これディフェンスね。おーと踏みつけた、スタンピング。とりあえず足で突き放して一回立ちたいですね。突き放すことができます。おー、いいや、いい距離が取れました。今下から上がってますね。あ、ちょっと読まれましたか。立ち上がったのすかさず大きく、まあ、いわゆるサッカーボールをキックするような蹴りを飛ばしてきます。いいですね、石川選手。桜井選手はスタンドで勝負したいんでしょうね。で石川さんは、はい、足を掴んでテイクダウンして寝技でパウンドっていう作戦を。桜井はちょっと登ってきましたよ。相手の体の上部に足を絡めつつあります。あ、いい感じで叩いています。鉄椎下からですがいい感じで、鼻を捉えています。この距離はちょっと危ない距離です。下向いて桜井、1本超えて殴れ。さあ立ち上がりまして、さらにこの鉄椎拳を打ち落としていきます。いい感じ入ってますね、入ってますよね、効いてますね。あ、うまく距離を捉えています。桜井うまく取っている石川英治、このマスタップ狙いか。さあ今度は桜井の番ですが、うまくそれを攻撃やむのを待っています。体を伏せまして相手のボディの中に隠れ込むような感じで石川が隠れていましたが、さあ今度はまた攻守が変わります。攻め込んでいく石川英治。出血するのどちらですか、石川ですか、どちらか。体の方っぽいですね。石川出血してますよね、左の顔面じゃないでしょうか。右ストレート、さあこのまま攻め続けてストップさせたいところです。桜井選手も打ち返してますからね、下から、はい、これ一方的になります。当然止まってしまうんですが、下からも攻撃かけているので試合は止まりません。カットしてます。どこでしょうね。あ、やっぱり石川の方ですよね。面もだいぶ張ってきましたね、下からやっぱり打たれてるんですね。下からでも桜井選手は日本人もパワーありますから、かかとを振り込んでいきました。しかしサイドを許したのか、桜井がサイドを許しました。石川はご覧のようにサイド膝を上げましてうまく相手を食い止めています。ブロックしています。そこしないよ絶対に。横四方を取りました。マウントですね。あ、取りましたね。スッと桜井もちょっと気を許してしまいました。簡単に取らせています。これ熊田さん、今でもパウンドで肩をつけようという。そうですね、気持ちなんでしょうね。そうですね、はい、ちょっと下になっている時間が多くなっています。桜井龍太、石川選手もですね、ちょっと攻め疲れしてきてますよ。さらにパウンドを続けます。チョーク、そしてパウンド、波状攻撃になっています。さらにまたチョーク、まさに波状攻撃、チョークとパウンドの波状攻撃です。止まるのか、止めるか。これ切り替えいいですね。あのパンチスリーパー、パンチスリーパーっていうね。そうですね、はい、さらにもう一回もっと止めた、止めた、止めた、止めるタイミングを図っていました。
試合でしたね。顔面勝った石川の勝ちだらけであります。ただいまの試合最後のフィニッシュに持っていき方というのは滑川さん、うまかったですね。石川英治選手の勝利です。いやー、石川もこれやっぱり激戦だったんですね。熊子さんおっしゃった通り、かなり打たれてますもんね、やっぱりね。これ非常にこう切り替えが早かったですよね、はい、スリーパーためたりするパンチで、パンチで相手が絡めたらもうスリーパーという感じで、はい、もう塩崎レフリー飛び込んできました、もうここでここまで勝負あったということで、果敢な飛び込みを見せてこの試合を仕切っています。勝利者トロフィーが贈呈されます。2ラウンド4分22秒 TKO レフリーストップです。石川英治が櫻井龍太を下しています。さすが熊子さんが裏のメインであるとおっしゃっただけあります。いや、予想以上のいい試合でしたよ。本当ね、敗れた櫻井もいい表情で相手の勝利を称えています。こういう光景を見ますとなんかホッとしますよね、やっぱりね。いや、石川選手はですね、なんかこう一皮むけた感じしますね。勝った石川が、なんか顔だけ見ますと負けたんじゃないかというような、そんな顔になってしまいました。しかし紛れもなく勝ったのはこちらの石川英治、素晴らしいファイトでした。これカメラマンに向かって、ポーズを取ってますけどももしかして歯も折れてるんでしょうかね。血でちょっと歯がないように見えたんでしょうか。石川英治178センチ、82キロ、石川英治が櫻井龍太を下しました。今グラボガー軍団のボスの菊田選手も今祝福に来ましたね。そうですか。菊田さんもいますし、それから近藤選手も、この選手も客席にいますね。はい、さっきね、いました。マイク持ちました。ちょっと聞いてみましょう。こんにちは、グラババの石川英治です。記者会見の時に櫻井選手が、グラバコはすごいけど、僕のことはすごくないみたいなことを言いやがって、もうどうしてもグラバが、僕もグラバコとして認められてもらいたかったんで頑張りました。僕もグラバガの一員です。パンクラスはミドル級はもうカズさん、ミサキさん、グラバガだけになってるんですけど、僕もミドル級先生に食い込みたいと思います。パンクラスをぜひ見に来てください。カズさんだけではありません。石川英治です。ありがとうございました。いやー、もう唇が腫れてるんで、うまくね、喋れなかったようですが、いやー、いい男が台無しですが、これはね、もう勝利がね、すべてこの痛みとか拭い去ってくれますでしょう。はい、セコンドの大野選手の顔色を気にしながら喋ってるところが可愛いですね。そうですね。はい、ファンクラス、グラバガの看板を守りました石川英治、これは嬉しい勝利だったでしょう。この辺りに近藤選手も、ね、いたんですけれども、はい、カメラは捉えることができます。